ローゲームオッケー？ローゲームオッケー。はい。え、これいつクリアしたの？クリアしてねえんだって。クリアできなくて困ってんだけど、この間ガビオ来て3時間結構進んだ？2時間くらいやってくれた。これ？いやー、それそれそれ。結構進んだの？結構進んだけど、ちょっと待って待って待って。説明しなくて大丈夫？余裕でしょ。いや、ストーリーとか。ああ、俺もわかる。わかる？大丈夫わかる。ああ、なるほどね。闇は体を包み込むと、心の内側から蝕んだ。体は粒子となり、電波の流れに押し流され、内側へと落下していく。完全な闇。どういうことやね。それは虚無だった。いや、ポエムだからこれ。そういうこと？お前一瞬の後。私は虚無に漂う記憶の上で再び結晶化する。なんかあのイメージとしてはエーペックスのレイスのポータルみたいな使い方が、あの携帯電話でできんのよ。だから例えば俺の携帯電話とお前の携帯電話あるじゃん、あそこ行きてえなって思ったら片方の携帯電話そこに投げんのよ。でそこに電話かけるとピシュッてそっちに自分が移動するの。動き早くなるの？動き早いのかな、まあ、そう、いやそういうのはないけど、ただ、まあ、主人公女の子だから。ああ、え、何これ、走るの得意じゃないか。あ、まだムービー中、まだムービー中、見てていいよ。ここはネットカフェ丸一回。とりあえずあの3人組からは逃げられたみたい。あの3人組わかんないでしょ。え、わかるわかる。わかんの？うん、わかる。わかるか。うん、グーニーズだね。え、マジでわかんの？グーニーズさん。わかんないでしょ。いいよいいよ。おお。はい。マイクずれた。いよいよもうあと探索して自由に。その猫ちゃんはあれよ、セーブポイントよ。携帯電話、このゲームはもう携帯電話持ってないと何もできないから。おお、オタクだ。足ついてるから幽霊じゃないわ。あ、そうだな。あ、なんか噴火して。29、何の番号だろう。俺のこの間のあれじゃん。なんかその右側のさ、あれ怪しくない？これ、金庫、金庫、金庫みたいなやつ右側の、それそれそれ。ゴミ箱だろこれ。絶対それでしょ、29って。いや簡単すぎんだけど。29にして、29にして。戻っちゃった。ダイヤル、ダイヤル、ダイヤル。ああ、ダイヤル、ダイヤルだよ。いや無理なんだけど。無理なんだけど。あ、そっち右のもひねればさ。なんかあれだね、数的推理とかでありそうだよねこれ。なんかさ、ありそうだわ。ありそうだよな。待ってね、4個ずれてるね。3個ずれてんだね。ああ、そういうことか。なんかすごい計算してる風なこと言ってるけど、うん、全然適当って感だ。何の花って言ってるとか、なんかめっちゃ言ってるけど。あ、今度地図。なんか近くなってきてる。だんだん近くなってるけど、言うたら言っちゃう。あー、嘘だろ、嘘やろ。だから右何回左何回とかやんないと。じゃあ右3回にしよう。 OK。 いや、ここじゃない、ここだね。でも終わり。ほら、気持ち悪い。は、あったま。ああ、ああ、そういうこと。藤原義三郎、名前、名前、吉三郎、わかんない。名前覚えて。名前じゃない、番号。ああ、ごめん、写真撮るわ。あ、そういうのも調べられるよ。オンラインゲームの宣伝ポスターだ。何新しいな。なんか上下見る。左右も見れるよ。これ寝カフェか。
出る？なんかよくわかんない。じゃあそっちのパソコン側調べよう。あ、なんかコーヒーカップだ。コーヒーがこぼれてしまっている。大変だ。大変だな。あ、その備え付けの電話は使えないのかな。使えない。あ、繋がらないんだ。パソコンつかねえか。パソコンつかねえんだよな。モニターも別にスイッチないし。それは何か見える。個室利用時の注意点が書かれてる、うん、読ませる気ないな。お前送るスピードが速いのよ。いいよ、読んだよ。それは読んだよ。それは頑張って読んだからいいんだよ。ここはここ、電気明かりはつかないな。じゃあちょっと下の方調べよう。下ってこれどうやって下。そう、ポイントは下に向ければいいのよ。出よっか。まだ出れないようだ。出られないね。ちょっとあのデスクの下調べよう。デスクの下。やば、難しそうにしてる。それ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 、これ大事だろ。ビスクドールを紹介する本のようだ。じゃあ電話かけよっか、さっきの番号に。あ、電話かけれるのか。マイナス押して。じゃあ俺番号をね申し上げますんで。99。あ、それ方向キーでいける。方向キーと丸でいけっから。9 9 9 9 7。え、999やっちゃった。あ、その戻るマークでいいんじゃない。997998188。なんで覚えてんの。662。なんで覚えてんのお前。818818。あ、18個ねえじゃん。818662で、これコール。そう、電話番号じゃなかったね。普通090とかじゃない。繋がんのかよ。出ないね。違う、これがレイスのポータルなのよ。電話かけるとそっちのポータルに移動するの。そっちの携帯に。ああ、携帯がポータルなのよ。うわー、すっげえ。うわー、主人公キャー、かわいいでしょ。かわいいでしょ。あれ、おじいちゃん、ミイラ。幽霊じゃない。終わり。なんかますます分かんなくなってきたな。クリア。いや、怖くて無理ならもう変わってもいいけど。クリア。じゃあその幽霊じゃないおじいちゃんを調べよう。これおばあちゃんじゃん。おじいちゃんみたいな。おばあちゃんか。私どうしちゃったのかしら。なんか面白いぞ。もうしょうがないわ。おばあさんはどこからここへ来たんですか。じゃあおばあさん役の前。岸辺地は、い、いっぱいねでねうちに来た人みんな言語障害になるよ。レイちゃんって誰。レイちゃんって誰だ。あの子レイちゃんによく似てない。いや、レイちゃんわかんないっす。あのおばあさん聞こえています。無視されてるもんね。今んとこ僕はどうなんだろうね。ほら、あなたどこかで見た顔ね。いいじゃんいいじゃん、名演技だわ。ごめんなさいね、最近すっかり忘れっぽくなって。もう認知症ですわ。ほんと年取りたくないね。うせえババだな。携帯。いや、それおばさん、ちょっとここで待ってて。やっぱほら、携帯持ってると有利だから、このゲームは。あ、そう、携帯持ってれば幽霊だ、つけられるんだ、うん、そうとは限んないかもな。怖っ。
ちょっとまずこの部屋ちょっと探索しようか。何なんかそこさ、まがまがしいのよ。まがまがしてる。先に進むには人形をどかさないと。どかせるの？どかせるわ。おい、お前余計なことしたな。なんかいいよ、どかしてどかしてどかして人形どかして。何それ。いいよいいよいいよ、どかしてどかして。ちょっとやばいんじゃない？ちょっと死にそうになってるよね。死にそうなのこれ。うん、死にそうになってる。ちょっと周り見よう、周り。ああるじゃんあるじゃんあるじゃん。うわっ。待って、あの携帯どうにかして手に入れないとやばいぞ。いいよ、そういうの調べてってどんどん。この順番なんかの、ああ、はい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 、そういうことね。あ、待った、写真撮った方がいいかもね、これも。ちょっと待って、 その黒い前から2番目の左、これ左、違う、いくよ。うん、で次前から2番目の右、前から2番目の右、前から2番目の右、前から2番目、前から2番目で、前から2番目。戻ろう。 BBBBB、 ちょっと一回離れよう。一回ばあちゃんと話せば回復するかもね。あ、回復した回復した。あ、ばあちゃんなんかいらないんだよ。はい、前から2番目の左、はい、次前から2番目の右、これね、それ。次が一番奥の左。え、違うよ。違う？あ、もしその白い一番手前のやつとか入ってんのかな。ちょっともう一回写真見よう。ひいちゃんみたいな。その写真見よう。あ、犬挟んでんだ。もうなんかね、白くなっちゃってこれ。犬見えないのよ。もう一回行こう、もう一回行こう、もう一回行こう。じゃあ前から2番目左、はいはい、犬、はい、で一番奥、はい、次がこれはね、うん、そいつだと思う、その白い服で。次赤い服のやつで、次そいつ。行っちゃっていいの？まだちょっと、ちょっと周り見よっか。うん。びっくりした。いや違う違う違う、びっくりするの。なんでそこでびっくりするっていう絵よ俺は。いや、さっきの手出てきたところでびっくりしないで、なんで泣き取った時で。わからんの。ちょっとその部屋ちらっと見たいね。ん？ぐるっと見たいよね、足元とかも含めて。そこ開く？横に行け、スマが開かないか。こっちは反対扉もね、うん、開かないかでしょうね。足元何もない。足元は何も。ただそのね、その白い幕の下で多分さ、まだ携帯鳴ってるんだと思うけど、まあ進むしかないよね、うん、手突っ込むのは怖いから。おばあちゃんと一回お話しして。 なんだ、ひな壇の上にはいろいろな種類の人形が。読ますきねえもの。ランズスに並べられている。おばあちゃんに一言声かけてから奥行った方がいいかもね。ダメダメですわ。いや近づこう近づこう。あ、そういうこと。うん。なんかあったよく気づくね。これは同じ文章です。じゃあ行きます。行きましょう。レッツゴー。さっきのさ、ネカフェでセーブしときゃよかったね。あ、セーブできんの。あ、そっか、猫ちゃんの人形でセーブできるから。丸押しながら、丸押しながら。怖っ。人形の、え、何何やねん、何だこれ。え、なんなんで振り返ったのこれ。わかんない。いや超怖えんだけど。
うまーいお茶。その新聞記事。あ、それでもいいよ。市松人形が置かれてる。その新聞記事調べられそうだな。ごめんなさい、嘘です。数種類の布地が置いてある。そっちにも扉があるけど、まだちょっとこの部屋もうちょっと調べたいな。なんかあるはず。ここになんかがある。ちげえな。うまいお茶、これだ。さあ行こうか。これあぶねえ、あぶねえ。Wii リモコンのストラップがコーラにピチャピチャ入ろうとしてたわ。これも、それも引く感じ。そう。あーこれあぶねえ、俺コーラ飲むとこだったからさ。ちょっと待ってくれてもいいじゃん、暗いし。これ何、学校なんかそこさ。うわー、大学の前にびっくりしちゃう今。そしてなになに、何の音これ、何の音、ちょっとやん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 、ちょっと待って、怖い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 。あ、あれ声聞こなったよ。多分後ろとかなんやろうけどね。違うか、上とかか。そうなると、うん、あの恐怖イベントを一つね回避できた。お前は紙昆布もずくか、これ髪じゃないでしょ、カビでしょ。ああ髪の毛だよ。何これ、なんでこんなに髪の毛が。あのさ、ちょっと戻っていい、ちょっと戻って。その壁のところ黄色くなってんだよ、その下下下下。あ、それ模様か、足跡のような示す。そのちょっと上のそれそれそれ。あと左側にももう一個あったけど、なお札の跡かな、なんかなんかお札の跡っぽい ね。まあそれだけですね、調べられないし。じゃあちょっと行ってみるか。開くんかな。いや思いっきりお前ミニモコンさ引いたけどさ、押し戸だった。あんな勢いよくミニモコン引っ張ったのに、扉が奥に開いて。セーブポイントないかな。あ、なんかマップ見れた気がするんだよね。マップ1だったかな。あ、この部屋にほら青い猫マークあんの分かる、うん、あるね。セーブしよう、まずそこで。あ、セーブ、ちょっと待って、この下にさあんだけどさ。じゃあ右側右側右側行こう。それ上1個ずらしてさ。怖え、全然怖くねえじゃん。変な驚き方したけどね、一回ね。見逃さないからね、そういうの。ん ?BBB、ここ、ここ。じゃあ、携帯を。しゃがめってどうやるの？下から引こう。で、あ、待って、開ける前に。なんか触れないか。あれ？あ、じゃあもういいか。多分触れるもんないんだね。開けて、そっちも開けて、あ、なんかあるやん。松の木、立つ松。なんかそういうヒントあったな前。何もないね。これ下手くそだな。このしゃがむは確か C だったと思うわ。 C はヌンチャク側の鳥がもう一個あんだけど。うわっ！これは一緒でしょ。あれ？今のって友達？知り合い。だよね。死んだの？わかんない。え、嘘でしょ？助けて！振って、そう。いやいや、思いっきり振って、そう。パンチパンチ、あのセンサーに向かって振んないと。やべ、ダメージ受けたじゃん。そこも開くと思う、クローゼット。あ、いる、しない、いる、ライト。部屋から出よう。ライト効かない。ライト効かない。
右右右右イベントびくしょ。なんでこいつ、なんでこいつお化け、こいつ前回まで人間だった。嘘、死んじゃったんだね。助けてあげないとね。うわ来てるよで、これ A ボタン光るんだけど、タイミングよく A ボタン押すとそこで振りほどける。あ、そう。奥の扉も気になるな。開かない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 。うわっ、 A ボタン押すとこあったよ。一瞬光るんだよ、ピタッと。開けて、うっ、もっともっともっとガチャガチャ、もっとガチャガチャ、ずっとずっとガチャガチャ、ずっとガチャガチャ、ずっとガチャガチャ、ずっとガチャガチャ。ダメだな。何やねん、たまに開くんだよね。じゃあもう一個、さっき開かなかったやつもやってみよう。何やねん、こっち突っ込んで突っ込んで突っ込んで、左のさっき開かなかった、それ。あ、開かないな。スイッチは？ん？さっきの部屋だな。黒電話だな。黒電話ってこういう効果あるんだ。わからん。除霊できんだね。黒電話で除霊したな。じゃあ電話出てみよう。多分あれだろうね、江原さんとかだろ。江原さんから電話かかってきてんの今。うん、左右左右とか。そう、約束したのに来るって約束したのに。私のこともういらないんでしょ。いなくなればいいと思ってるんでしょ。お母さんのバカ。どういうこと？どういうこと？わかんない。友達？セーブしよっか。もういいじゃん。回数制限ないんだから。あ、待って。した。お前、1分おきじゃん。いいじゃない。うるせえな。うるせえな。これ？それ。お前、セーブ3回以内じゃなくて、Sラン取れねえぞ。いいんだよ、制限ねえから。3回以内じゃないと。ん？ん？なんか上にあったな。人形が倒れてしまっている。ああ、なるほどね。さっきのばあちゃん見に行く？それ、あそこ開かねえかな、やっぱ。開くよね。下から下から。あのね、方向機かヌンチャクかで下見れんだよね。あ、本当だ。一番下一番下。なんもないね。なんもないか。ここは？なんもない。ここは？上向けて。助けて。お。何もないか。じゃあ行くか。何もない。B。で、確かダッシュボタン、ここなんだけど、これ2回押すと、クイックターン。あんまやんないで、あんまやんないで。それクイックターンの時にいきなりこう、お化け見えたりすっから。こっち開いてるようになってるではない。あー、それもちょっと。多分開いてるよ。ほんまやんけ。ほんまやんけ。何やねん。トイレや、ね、確か便所流せるんだよね。ああ流したらね、なんか出てくる。古い和式トイレだ。まあ特に変わったもんはないっすね。超怖いっす。トイレは怖いです。ないっすね。入りますか。よし、怖い。
走んな急に。お人形を眺めてますね。これどうする？さっきのやつか。近づいてちょっと。お人形に何かあるってことじゃない？私の人形。はいはい。私の人形に。ちょ眩しくすんな。人形に何かあるって。なんもねえか。じゃあさっきのばあちゃん。ばあちゃん。そうじじいみたいなばばあちょっと見に行こう。ばあちゃん。あれここ閉めてないよね。閉めてない。あ、いない。いない？いないわ。あ、なんかある。あれ？あれどこ行っちゃったんだろう。携帯。番号メモだってさ。携帯。もう行くとこないから番号で飛ぶしかないのよ。あ、携帯？うん。え？あれ違うな。マイナスでかけなきゃ。うわ！ん？どうしたの？ほんまに。え、どうしたの？え、俺、なんか、ふとした時にお化け見えんのよ。このゲームって。そういうこと？覚えてんのすげえな。え？いや、もう、写真いらないね。としたときにこのお化け見えんだ。そう、クイックターンしたりメニュー画面からゲームに戻ったりしたときに、俺ちょうど今ここ見てさ、あ、どこだっけって言ってた。ウィーリモコンめっちゃ見てたもんなお前な。だからお前うわって言われて。おー、病院ですね。いや病院嫌だな。あー、なるほど。嫌だな。